時刻は9時半を回りましたそのような本当の輪の時間でございます皆さん、えー、元気に過ごされているでしょうかぜひドクター水素でですねあのー、元気に過ごしていただければと思いますが今日も東京よりレギュラーこの方ですどうぞおはようございます W オイサの北条です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。毎日暑いですね。暑いですね。本当に肉汁が止まらない。北条さんどうですか。沖縄の方がまだ涼しいみたいな噂がありますけど。そうなんですよ。もう東京はあの三十八度とかなった挙句に三十八度三十八度東京で。そうそう。それであのなんていうんですか。室外機のこう熱風がぶわーってこもるんですよ。東京って。 だからこう健康的に暑いんだったらまだ我慢聞くんですけど、はい、なんかもやーっとしたところにじっといるみたいな、うん、そんな感じなので今痛くないですね。よいしょ。こっちをちっとり上げてくる。でもね北條さんいつも元気でいらっしゃるので、ね、ありがとうございます。はい、さあそして今日はですね今日もですけど素敵なゲストさん来てくれております。それではは自己紹介お願いいします、はい おはようございます。株式会社ジーバの新森近しと言います。よろしくお願いします。はい、新森さんはもう三四回出てますかね。そうですね。はい、三四回、はい、ありがとうございます。はい、シャツがモリンガ色ですね。はい、今日モリンガカラーで。モリンガカラーました。はい。はい、ということで、えー、モリンガを作っている。はい、今モリンガをですね、あのパウダー化して今商品化して販売もはいしております。はい。 はい、この前ねちょっとあの草むしりとかね <laughs> ありがとうございます手伝いしていただいてすごい手伝いしてほんのね1時間やそこらしか手伝ってないのに <laughs> もうふラふラになりましたね <laughs> そうです手作業でやるってことですか手作業ですはい割と、はい、収穫も手作業で割と簡単に。 取れるので。はい。僕らのフィリピンセブ島のものなんですけど、はい、まあ、あそこでは現地では子供たちも。お父さん、母さん手伝いしたりとか。<ー>はい。して、収穫やってますね。あ、じゃ、現地に行かれたんですか。え、あの、沖縄のチャタン。じゃ、じゃない、いけ、えー、なんだっけ。読谷です。読谷。はい、読谷で。はい。もう。 今栽培スタートしてます。はいへえ幹をどんどん太くしてらっしゃるということでその余計なこう剪定ですね余計なこうところはバサバサ切り落として幹をどんどん太くしてでモリンガのいい芽がそこから生えてくるように一緒にやってもらいましたありがとうございますいやいやそもそもじゃモリンガについてモリンガは ね、体にいいというイメージはあるんですがはい、はい、スーパーフードと言われてまして、はい、あの体にはあのいろんな栄養素が入ってるので、はいはい、まあいろんなものっていうかそのどれをあげても、はい、これいいよねいいよねっていうのが当たってくるので、はいはい、スーパーフードと言われてますねうん今あの私その水素を、ねはい、販売してますけど、はい、その水素とヨモギ蒸し ですね、よもぎ蒸しでなんかこう壺みたいなところによもぎの葉っぱ入れて、はい、そこに火つけて、うん、こう蒸したいしたものを、はい、お尻女性だったらまあ大事なところから入男性だったらお尻から入るっていうことでそれを使ったあのなんていうのデトックス。デトックスはい で結構芸能人の人がやってますとかってやってるもんだからすごい人気で,、えーえー、でそのヨモギ虫のヨモギの代わりにモリンガを使ったらいいんじゃないかっていう人たちが今結構増えていて、えー、でそのヨモギ虫なりモリンガ虫をやりながら水素を吸うと最強にデトックスになるっていう,、ねはい、うい話になってて、うん、いろんなその病院の先生方がそういうことも。 あのサロン作っててやろうととししたりとかしてるんですよへ<ー>なのであのだんだんこうモリンガとも近づいてきたなと思ってですね最近、はい、うんそういうデトックス効果とかっていうのがあるってことですか、うん、モリンガそうですねモリンガ自体は栄養価が高いのでそのよもぐ最近もですね東京の方からが、えー、とモリンガ虫をやってる方が読谷、えーはい、の,の畑まで見学に、うんはい、来ておりましたねへえ<ー>、はい あじゃあモリンガムシって結構もうポピュラーというかポピュラーになってきてるみたいですよもぎ虫よりモリンガムシの方が増えてきてるっていう話してましたねおお、はい、<laughs> すごいおああそうなんですね、はい、それで、えーまあ、デトックス効果とか、まあ、体に、えー、と非常にいいという感じでモリンガありますがあの志、ー、森さんのところのモリンガは評判としてやはり他よりも美味しくて 飲みやすいですねということなんですがもともと僕最初飲んだ時美味しくなかったんですよねあのはいでちょっと工場を引き継ぐタイミングがありまして、はい、こん美いしくないモリンガ作るの嫌だなと思って、うん、それでちょっといろいろこうやったらこうやったら美味しくなるっておいし,しくなるんですよね、はい、でそれ完成したので ははい、今普通に飲めます。さもともとシェフなんであそうなんですね。調理感覚でも当んはにやりましたねソースを作るみたいな感じい。試して試してみたいなそうですそうです乾燥これぐらいがいいなとかいろいろ香りこれぐらいがいいなとかやっぱりパウダーにする時って火を強くしすぎると酸化しますからね当然苦くなりますよね苦くなりますね 美味しくない独特のこうスープのたうな感じになるじゃないですか、はい、あと葉っぱだけ使うとすごい飲みやすくなったりとか、うん、あの飲み心地っていうんですかねのど越しもまた変わってくるので、はい、の葉っぱだけにして今はい、やってますねまあ通常の場合ですとね空気とかまで入れちゃうとそうですね、はいその方が あの販売する時の傘は傘は取れるんでねパーぐらい増えますねコスト的には本当はそっちの方が使いたいところだけれどもそ,そこをわざわざあえて省くとい省いてますやっぱり成分的には葉っぱの方うにあ全然はいエビデンスもちゃんと出してですね全く違いましたね<ー>、はい、葉っぱとじゃえ茎とかのと比べたら栄養価がもう全然違う全然違いました、えーはい、ちゃんと、はい、調べてもらいました その辺りどの辺がとか具体的に言えるところってありますか、えっと、そうですねやっぱりビタミン類が葉っぱに多く含まれてて、うん、やっぱ茎の部分だと食物繊維がすごい多かったんですよはいはい、はい、あもちろんそのその分入ってるので、うん、で他はもうアミノ酸とか、えー、ビタミン類が本当に葉っぱの方が多く含まれていたので、うんはい、やっぱり正しかったと、はい、はいはいはいあそうなんですねで,すね、はい、でまああの成根込めてというか 手間暇かけてかはい作っているということですよねはいそれでより美味しさが出るなんか午前中に積んでくるとかって言ってます、ね、そうですねあ朝摘みです時間も決まってるんですかそうですねあの早朝の,あの日が上がる前に、えー、やった方がよくてなんか前日の養分を吸い上げて蓄えてる状態が朝って言われてましてそのタイミングで取ってますうーん、はい なるほどこれはえっと栄養のためにそうですそうですはいはいそっか美味しさとかも変わります朝と夕方とか変わると思いますフレッシュさが全然違いますね葉っぱのああなるほどねサラダですねサラダにもそうです感覚的にはねいいですねでそれを今パウダーにしてパウダーにしてます販売しているということですねなるほどいいですねで さらにこれを飲んでてドクター水素ボトルを使えば、はい、あと、はい、効果がきっと、はい、あの水素をすると、うん、特に高い濃度の水素の場合ですけども、血管が広がって末梢まで栄養素が届けられるようになる、はい、これがポイントですね。うん、だからあの例えば沖縄で言ったらフコイダンとかね、はい、ガにいいですよとかっていうセールあるんですけど、やっぱり水素を 吸って不妖イダン取るのと、うん、吸わずに取るのでは全然違うんですよね。末梢まで栄養素がいかないんでだからそういったこうねがんにいいですよっていうそのがんの部位に届いてくるなきゃ意味がないわけです、はい、だからそれが水素を併用してもらうと末梢まで栄養素が行き渡るっていうことでうん、うん、これは埼玉医科大学があのサプリメントの効果が2倍以上長時間にわたって続くって言ってうちの水素を併用した場合。 それももう調べてるんですか分、はい、かってますねおすごいそれを応用してモリンガだったら末梢までモリンガのいい栄養素が届きますねっていう話う,、ね、うん、はい、じゃあ併用したらもう最強みたいな感じですね,最強ですねいい栄養素ですからね末梢まで行ってくれたら、ね、うんあの志モさんはこのモリンガに注目されたなんかあれってあるんですかきっかけみたいなやつって オーナーナが、うん、あの血、ー、圧が一気に下がったんですよ、がではい、モリンガで。2> えー、約2週間ぐらいですね、飲んで、ドクターの方に、うんえー、どうしたんだと。うんうん、ってなってから、ですね、はい、そこから、いや、モリンガ飲み始めただけだけどっていう感じで、うん、今ははい、薬の量も減って。ははい。はい。 改善されたのでここからまた注目し始めてじゃあ飲み始めてみようと思ったらですねはい、はい、ちょっと工場のが閉まっちゃうかもってなったので僕らが引き継いであ<ー>、はい、はいはいはい、はい、その時おいしくなかったんですなるほど <laughs>、はい、効果はあったんですけど、うんはい、そこからですねうん今おいしくてもう効果もあるっていうなるほど、はい、素晴らしいですねそれでは一旦 CM の後まだまだ モリンガについいいいいててい聞きたいと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211はい。 ということで嘘のような本当の輪でございます。今日も北条さんとそしてゲストにえ森さん、はい、来ていただいております。新森さんといえば、もう、モリンガ。モリモリモリンガでしたっけそうですね、はい。モリモリモリンガです。新森モリンガ。はい。し森モリモリモリンガ。はい。さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいさあ、えっとですね、その、まあ、パウダーにしたというか、まあ、 もっと飲みやすくしたいということでいろいろ実験されてご自身があのほ、ー、よりだいぶ飲みやすくなったということですが、はい、あれですか北条さんもそれ飲み比べてというか、まあ、はいあのー、私もねどっちかとコルホーだから、うん、あの宜野湾マルシェとか行くとね、はい、いろんな無輪が売ってるんですよ試しに買ってきてみて飲んでみたんですけど、はい、苦いんですよとにかく。うんだからまあ モリンガが体にいいっていうのは知ってるから、はい、まあそれは我慢して飲みはいいんだろうけれども、うん、やっぱそこがねさっき言った通りそりシェフの発想でね何か調味料入れてるわけじゃないんですよね、はい、ないですもうそのまま100%原料100%です僕もあのー、別の,の、えー、モリンガは飲んだことありますけどやっぱりちょっとなんていうんですかね飲みにくいというか割と個性的な、うん、そうですよね苦み渋み はい、ありますよね昔ねあの「青汁がまずいもう一杯」っていう写真ありましたけどねあんな感じですよねそうですね苦味が、はい、僕もそうでしたね、うん、で実際あのモリンガについて志森さん自身も今ね手元にありますけどこれモリンガですよねモリンガです、はい、毎日飲んでます、はいはい、なんか毎日飲んでてこれ変わったなっていうあれありますか嘘のような本当の話 えとそうですねこれはモリンガの睡眠の質が僕は上がったなっていうのと<ー>あと肌荒れがしやすいタイプなのでそのはい、えー、モリンガ,ーを,、えー、モリンガーを飲むと、うんはい、飲まなくなまあ一日とかちょっとなくなるとちょっと体調がなんか気分変わった感じしますよねい<ー>はいはいはい睡眠の質というのはどんな感じで,質がですね、うん、あの,モリンガーの ギャバが入っているので、すごいなんか眠りやすくなったっていう、まあ他の方もいますし、まあ、僕の経験もありますし、うんはい、すごい効果は感じますね、はい、これ大体飲まれてどれぐらいとかって覚えてますかどれぐらい毎日,毎日飲んでるので <laughs> <laughs> 朝夜ずっとなんかはい水の代わりに飲んでるので<ー>、はい、逆に飲まなくなるとちょっと、うん、なんかおかしくなるという、うん、<laughs> はい でもね、確かおっしゃる通り、肌荒れする、この肌には見えないですよね。いや、弱いんです。ええー。そうなんです。そういうのも、ちょっと改善された。<laughs> はい。はい、ということですが。ちなみに、その、新森さんは、ドクター水素も。吸ってます。もちろんです。吸ってますか。はい。それで、なんか。何年ですか?。三年くらいです、ね。もう三年?。はい、何年ぐらいですかね。はい。 やっぱパソコンの事務作業とかもあるので。はい。その時はもう、も、あの水素吸いながら。ああ、はいはい。ああ、やってます。うん。目の疲れと、か、肩こりがすごいので。ああ、はいはい,はい、はい。はい。座、もう吸ったら全然、うん、変わります。そうですよね。ああ、ね、目は一番言われますね。はい。あの視力が良くなったとか。そうん、ね。<laughs> だから、あの、免許証のね。はい。眼鏡等っていう、あの、表示が、なくなったっていう人多いですよね。うーん。うーん。 先週先先週、先週,先週ですけどね、はい、あのお客様からあの顔面神経質の相談が一月前にあって顔がもう女性なのに大変申し訳ないようなぐらい、はい、うわーって片一方だけがすり上がっちゃって歪んじゃってる方が。 医者がそのこの顔面神経痛っていうのは治らないあなたの場合には治らないタイプですと、えー、もう一生確保してくださいって言われたんですけど、うん、治してくれませんかって言われて <laughs> いや医者治らないって言ってますよねっていうところからスタートだったんですけども、うん、でお話ししてる最中も、うん、目がまぶたがこうツーつーつーっと落ちてくるんですよ、えー、で自分でこう指でこうやって上げながらこうやって私を見て喋ってるんですよ。えー <laughs> えー、それぐらいね、あのひどい状態。まああのラジオなんでね、どうしてもあのお見せできないのはとっても残念なんですけど、あのすごい状態だったんですね。で、その方からえっと選手ラインをいただいて、まあこんな感じなんですけどね。あー結構ですね。これですね。これが。 ぜひラジオで、ね、見せるの残念なんですけどす、ねはい、普通でしょうもう普通でしょ全然分かんないか、はい、になっちゃってすごいっすね最初もそう医者がダメっていうものがよくなりましたって言ってるんですよお喜びのえこれどれぐらいでこうなったんですか、ね、ひ一月,、えー、月毎日吸ってたんですか なるべくたくさん吸ってくださいって言いましたからまあまあ吸ってると思いますけど2時間ぐらいは吸ってますねでも業務用吸ってもらったわけじゃないんですよあ普通のあのボトルの方。ううちの事務所に来ていただいてお話してる間のその1時間やそこらの間にもうまぶたが何度も起こってきて支えながらもう言葉にしちゃうと笑い事になっちゃうんだけどもご本人からしたらもう生活していくれで女性でしょこれ人生変わりますよね変わります 本当にもう、ね、病院から今退院してきたんですけど、うん、どうにもならないんですということからご相談元々、ね、でもともと沖縄の方のご紹介なんですこのラジオ発信からのぐるっと回って1回転して東京にいらっしゃる方が<ー>私も事務所に来ていただいてすごいこ,れこれこそ嘘のような本当の話でね本当嬉しいですって言ってねここってね。はい 送ってくださって、えー、これは衝撃からねそのやっぱ神経ですからね脳とのつながりつまり脳からのこのやっぱり脳の中の血流とか、うん、そういったものが大きく関係してるんだと思うんですけどね。ええす,、ね、すごいな、えー。びっくりしたね。はいということで一旦 CM の後まだまだそのドクター,スリー・スイソのびっくりするような話。 していきたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W.O.O.East 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい、そのような本当の話でございます。今日もえっ、ー、とドクター水素といえばこの方。 はい、はい、ええー、北条さん。はい、お世話になります。いつもありがとうございます。ええー、もうこちらこそ、わざわざいつも来ていただいて。そして、ゲストのこの方もお,おなじみ。もりもりモリンガの新んもさんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ますさあ、モリンガで、えっ、ー、と、肌荒れ、さらに。その睡眠の質も良くなったということですが。 実は森さんはドクター水素ボトルも愛用しているということで、はい、3年も、はいはい、で先ほどはそのパソコン作業の時に肩こりとか目の疲れに効くという話でしたが、ねはい、なんかそれ、えっと、もっとありますか、えっとまあ、この僕ら モリンガはフィリピンセブ島の方から、あのー、やってるんですけど、はい、やっぱセブ島に行く時はやっぱりちょっと体調崩したりとかすると病院っていうまた通うのが難しくいいので<ー>薬を飲むのもまたちょっと。 あれなので水素を吸って直すという本当に持ち歩きながらやってました飛行機の中でも吸ったりとかすると土屋デスさん何ですかこれって止められますけどでもね海外なんか行かれるとねちょっとしたことで入院してもとんでもない金額請求されるじゃないですか保保が効かないだからね本当によく言われます海外旅行行かれる人とか海外でお仕事してる人が。 いや本当に怖いですからって言って、ね、病院に行くのが怖い、ねうん、だからあの、まあ、カードとかで、ね、保証されてるような場合はいいんですけど、うんはい、国によってはそれが、ね、全然それがうまくいかなくて一歩間違ったら1000万円以上請求されるところでしたとかね、うん、よくあるんですよだからそういう意味でも、ね、あの体調をうまくコントロールして。 出荷先でもね、遊びの先でも持って行ってもらって吸ってもらう、はい、ら緊急事態の時にバッて吸ってもらうそうですね本当と変わります救急車呼ぶだけでとんでもないですからね,ね海外はね <laughs>、はい、日本と違いますからねあと水素ボトルのいいとか原料っていうか 水、水じゃないですか。はいはいはい、水はどこでも、国でもあるので。確かに。そうですね。はい、まあ、カルシウムが低めのお水を選んでもらって。そうですね。ちゃんと選んで、ねはい、使ってもらえれば。大丈夫ですね。はい。で、今回、あの、ね、オリンピックもたくさん行かれましたし、うんはい、パラリンピックにも。たくさん行ってますのでね、使ってる人、ね。が<ー>うですなちょっとね、そこの中では。バスケットの、バスケットボールの日本代表の子が二人使ってくれてるんですよ。だから、ちょっと、その、二人をね。 あの来てくれないかなって今、ね、オーバーをしているところなんですす、ねはい、すごい,すごいす、ね、そうなんでよ。だからね、その辺も、ね、ちょっとその,時のオリンピックの秘話を聞いてみたいなと思うんですけどね。<laughs> 本当ですね聞いてみたいですね、はい、いろいろとありましたからね、オリンピックは。はいえー、じゃあ、本当に何て言うのかな。 薬代わりと言っては、あれですけども、語弊があったら、申し訳ないんですが。まあ、体調整えるために、もう常に持ち歩いてるみたいな感じですか。そうですね。はい、持ち歩いてます。はい、うん。長距離移動は必ず持っていきますね。うん、なんか、やっぱ、変わります。変わります。うん、はい。やっぱ、自分の免疫上がってるのが、やっぱり感じますね。<ー>免疫っていうんですか。なんか、うんなあ。体,が体温が上がってるから。そうそう、体温が上がって、なんか、治してるっていう感じが。 風邪効かないですよねはい、はい、僕もね,ねあの本来だったら風邪すものすごい引きやすい体質なんですよ。はい、なんですけどね水素吸うようになってから体温が常に36度台の後半だから本当にねあちょっとこれやっちゃったかなみたいなエアコンかけすぎて、はい、あの朝起きたらもう喉カラカラになったり <laughs> 鼻ぐしゅっとなってたりすると <laughs> うわこれ参ったなっつってなる時ありますけど意外と風邪にそこから移行しないで盛り返して。 聞かずにんんだみたい,に多いですよ、ね、う,です、ね、うーんなるほど。はいということですが、えっ、ー、と、まあね、もうそろそろちょっとお時間にもなってきましたが、ぜひ、新森さん、そのまあモリンガとですね、水素の何か、その PR、もう一度、していただければと思います。はい、えー、そうですね、モリンガの方はですね、株式会社、ジーバ、あと、うん、ジーバ m o、えー、モリンガで、ドットコムですね。 えー、検索していただくとモリガの,の、えーまあ、会社のこだわってる、はいはい、内容がホームページでありますので、はい、ぜひ、はい、ご覧になってください、うんはい、読谷の方でも今畑もやってますので、はいはい、どん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 沖縄で広げていけたらなと思ってます はいいわかかりりまましたああがとうござすすこれれでモリンガで調べたら他のも出てくるけどモリモリモリンガだともう皆さんのそうですね商品化としてはアリンガモリンガっていうのがアリンガモリンガですンガモリモリンガモリンガでそうですねはい商品もありますのでこれ検索アリンガモリンガで検索したらいいですそうですねはいしてくださいよろしくお願いしますえとホームページからとかでも買えるんですか はい、購入にで,できますので<ー>、はい、そちらから入っていただいていいですね、はいはい、ぜひ、えー、アリンガモリンガ」で検索してです、ね、ホームページから気になった方まずは購入してみてくださいそしてやはり水素と併用して用いていただけるとそのより健康にいいというそう,そうですねことですので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いしますドクター水素の 水素ボトルについてですね、気になった方は FM 技能案まで問い合わせしてください。メール、電話、どちらでも構いません。メールアドレスは 797-FM 技能案ンドットコムです。電話番号は098-943-0094でございます、はいえー。お気軽に問い合わせしてください。えー、北条さんにいろいろと聞きますので。 はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございますはいそれではまた来週でございます皆さん本当にありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたさよならさよなら